まあみんないろんな思うところはあると思いますけど、でもまあ試合にね関われなかった自分としては、やっぱりこういう時はしっかり明るくねやらないといけないと思ってるんで、それが自分の仕事でもあると思ってるんで、自分としてはそういう思いでやってましたけど、まあみんなは悔しさももちろん残ってると思うので、難しい気持ちではあったと思いますけど、まあでもその中でもしっかり練習できたんじゃないかなと思います。まあ申し訳ない気持ちではもちろんありましたし、ずっとスタメンでやらせてもらってて、その選手が抜けるっていうのはもちろんね、自分の責任なので、申し訳なかったなとは思いますけど、でもね代わりに出る選手は本当に、すごいいい選手ばかりなので、まあ自信を持って任せられるというかね、まあ、なんなら自分のポジションも危うくなるっていうのはすごく危機感ももちろんあったので、ただねチームが勝つことが一番なので、もう応援するしかなかったんで、応援してました、ね。徳島戦とかは別に悪くなかったので、特に前半は全然悪くなかったと思うので、ね、もうたらればになっていますけど、何かどっかで先制点が入ってたらまた違った展開になったと思いますし、まあそんなことはねどこのチームも一緒なんで言い訳はできないですけど、まあ一つのゴールで本当に変わると思うので、まあ自分が入ったらそこはしっかり意識してやっていきたいなと思いますけど、いいチームなので本当にカウンターも早いですし、まあ前にはいい選手がたくさんいるので、そこをしっかりどれだけ抑えられるかと、まあでも後ろはねしっかりすごく粘り強く戦ってくれてるので、あとはもう本当に前がどれだけ点を取ってあげて、後ろを助けてあげれるかっていうところだと思うので、まあそこに集中してやっていきたいとは思いますけど、いやもうそこはいつも通りですよ、全部に関わっていきたいですし、どんどん前に、ペナルティエリア内に入って得点ももちろん狙いたいですし、ただね、本当に前の選手がやりやすいように、自分はサポートしていけたらとも思いますし、自分自身もその中で自分の良さを出せればと思ってます。まあ勝ったらこの2試合2位に上がれてたのにっていうところで、サポーターとしてはねもちろん物足りなさがすごく感じたと思いますけど、自分たちはもう9試合しっかりねやるしかないので、まあ、もう一度ね戦っている姿とかをしっかり見せたいですし、まあ、最後は本当に、勝つところを、見せてみんなで
またね勝ちロコできるように頑張りたいなと思いますけど。徳島戦ではすごく悔しい思いをみんなしたと思うので、あの山形戦ではしっかり、勝てる姿を見せられるように、そしてみんなで喜べるように、みんなで頑張りますので、ぜひ応援に、来てください。応援よろしくお願いします。